ベツレヘムの高谈協会の内部エルサレム公会は1672年にエルサレムで開かれた聖教会における公会議の一つ。ベツレヘムにある高谈協会で開催されたことからベツレヘム公会もしくはベツレヘム及びエルサレム公会とも呼ばれる。エルサレム総主教ドシセオス2世によって主導され聖法教会における 宗教改革に対する正教の立場を明らかにした。この公開において、正教会は、プロテスタントによる宗教改革の教理を否定するにとどまらず、宗教改革におけるカトリック教会対プロテスタントの論争に直面して、正教の伝統を正すよう努め、カトリック教会とも教理における強調点の違いを見せることとなった。17世紀、 宗教改革におけるカトリック教会とプロテスタントの論争は正教会に影響を及ぼすに至った。プロテスタントの影響を強く受けたキリロスルカリスやカトリック教会の影響を強く受けたペトロー・モヒーラといった人物が現れていたのにはオスマン帝国が東ローマ帝国を滅ぼした後、正教会の新品が西方教会の教育機関に学ばざるを得ない。 状況が背景にあった。エルサレム公会を主導したドシセオス2世は、こうした状況の中で、独学で、生死不学を学べかろうじて聖教の立場を明らかにしたと、現代の正教会において評価されている、総主教である。エルサレム公会における宣言は多岐にわたるが、その内容の主なものを挙げる。公会決議には、エルサレム総主教ドシセオス2世のほか 68人の主教、聖職者が署名した。戦術の通り、正教会においては、宗教改革に対する姿勢を明らかにした公会と位置づけられる。東方正教会の重要かつ象徴的な文書の一つと評価されることもある。しかしながら、エルサレム公会は、正教会において、全地公会議として位置づけられる七つの公会議と同等の権威は得ていない。 聖教は、競技、競理の組み合わせというよりも、秘密の中に生きる、精神的経験である、とされることを前提とし、エルサレム公開は、当時の時代背景を反映した重要かつ価値ある、公開ではあるが、現代においては、公開決議部によりも進められる文献があると言われる、場合もある。ギリシア語、イートシータラムダイプシロンミューは、古典ギリシア語再建音からは、 ベートレーム等と転写しうるが、現代にイリシア語においては、ビスレームが近い。本校では、かろうじてという表現を取ったが、ドシセオス2世に対して、正教会は肯定的であるものの、その評価の高さは微妙に分かれる。高橋康幸は、ドシセオス2世より、あと18世紀後半に、聖教修道精神のリバイバルが起きたとしており、 ドシセオス二世に対する評価としては、過労うじて正教の立場を明らかにしているという表現を使っている。他方、税、では、ドシセオス二世が主導したエルサレム公会につき、東方正教会の重要かつ象徴的な文書の一つが生み出されたと評価しており、過労うじに二類する表現はされていない。ありがとうございます。